やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ラプトゴと HBB がコラボした、人気作のバリエーション、ラプトゴ、フック XHBB だ。残念ながら、通常バージョンを聞く機会に恵まれなかったんだけど、フックスは、最近大量に販売されている、13mm クラスの平面磁気駆動ドライバーイヤホンに、なんとピエゾツイーターを組み合わせ、さらに、底背面を開放する、という、最近ぶっちゃけ食傷気味でもある、平面駆動機の中で、独特の印象を与える一本。この時点でも、かなり注目度が高いんだけど、評価もしっかり高かった。フック X は、他の平面駆動イヤホンとは一味違う構成、音色で、しっかりと話題になっているイヤホンとなっている。で、今回は HBB 版、もともと高音域のキレなどに重点を置いたイヤホンっぽいので、HBB コラボでよく見かける、ボーカル帯域からそのちょっとしたあたりの強化が組み合わさったとしたら、かなり素敵なイヤホンになるんじゃないか、と、依頼を受けた時からかなり楽しみにしていた一本だ。今回も、かなり体力を使いそうな一本だな。詳しく見ていこう。まずは外装から。フックスの特徴は、明らかに薄く、そして開放度の高いバックプレートだ。これはメッキのフレームで支えられているし、思いっきりぶつけでもしない限り、破損は心配しなくていいだろう。この背面が、フック X 系の音色を生み出すんだな。大型の平面駆動ドライバーが収まったイヤホンは、往々にして外装の方も大型化する。S12 やゼティアン U などを思い出すサイズ感で、通常の1ダイナミックドライバーイヤホンなどと比べても若干大型だな。ただ、S12 が装着感の良いハウジングを実現できていたように、このサイズでも装着感の良いイヤホンは多い。形の似ているゼティアン U が、ノズルが短くて、装着に癖があるので警戒しちゃうけど、フック XHBB は、ノズルの長さが適正で、S12 などと変わらない装着感の良さを持っているぞ。付属のイヤーピースも程よく反発力があって、優秀な印象だ。付属のケーブルは、布巻きのしっかりとした太さの同軸ケーブル。さらに、最近この価格帯に多い、プラグ選択式だ。コストはかかるようになるけど、違うサイズのケーブルを付けた在庫を個別に用意するよりは、こっちの方が在庫管理で失敗しなさそうだもんな。本体の大部分は金属製で、軽量なアルミ合金が使われているらしく、装着感は軽い。アルミ合金系のシェルは、高音域の響き方が独特で、鋭くよく伸びる傾向がある。高音域を大事にするフック X と組み合わせると、よりキリッとした高音域を期待できそうだ。付属品は高級志向ながらシンプルで、ラプトゴのロゴが刻印された、イヤピケース、中身のイヤピ、セミハードの大きめなポーチ、ケーブル、そして、ケーブル用の変換コネクタが、3.5、4.4、2.5mm の、2種類付属するぞ。それ以外の付属品はなく、パッケージもこれらの大きめの付属品をシンプルに収められるような形に設計されている。この価格帯の箱としてはちっちゃいけど、しっかり保護はされてたぞ。というわけで、外装と付属品に関してはこんな感じ。デザインに惚れた人で、装着感を心配している人は、全く心配する必要はない、と言っておこう。あ、そうそう、多分写真とかでもわかると思うけど、ひゆめ込み方式の2ピン端子を採用しているぞ。とはいえ、標準ケーブルの出来は、この価格帯らしくしっかりとしているので、買ってすぐにリケーブルを考える必要はまずないと思っていいだろう。外装に関しては全く問題なし、この価格で外装に不満あっちゃダメだけどな。それじゃ、フック X の特徴である、内装について見ていこうか。フックスのトピックは、最初にも述べた通り、3つ、平面駆動イヤホンをベースにしていて、背面開放型であり、さらに、高音域を強化する、ピエゾツイーターが採用されていることだ。最近、セレストガミホや、TRN 玄武などのフォロワーが出てきたけど、平面駆動イヤホンに、高音域担当の別のドライバーを組み合わせる構成は珍しい。また、ガミホなどのフォロワーが採用しているのは BA。しかも、あちらは 10mm の箱型平面駆動ドライバーと、かなり異なる構成なんだよな。フック X に採用されているのは、近年大量に発売されている、大型平面駆動イヤホンの中でも、飛び抜けてでかいドライバーだ。背面を開放状態にしているので、より大きなドライバーを使った方が有利だったんだろう、という面もありそう。ドライバーはでかければでかいほど、低音域の表現力が増すからな。さらに、背面開放というのも珍しい。この価格帯で大量に発売された、平面駆動イヤホンのほとんどは密閉型だ。ここまで大胆に機密性をなくしているモデルもそうそうない。さらに、ここにピエゾツイーターを加えることによって、明らかにこのイヤホンは高音域側の量感を重視してますよ、とアピールしてるわけだ。超高音域向けのツイーターを採用しているということで、対応周波数は、よくある22万 Hz ではなく、
ハイレゾに対応した、24万kHz となっている。ここら辺はしっかりハイレゾ音源聞きたい人には重要な要素だよな。というわけで、外装はしっかり装着できて、品質も良い。でもって、音色に影響を与える内装も、いろいろと期待を煽る要素が揃ってるな。それじゃあ、その肝心の音色を聞いていこうか。開放型ということで、感触傾向を期待していたんだけど、聞けば聞くほど想像とは真逆。暖色感すらあり、パワフルなサブベースがある。それでいて高音側は妙に反響しないので、引き立った音色が聞ける、とにかく強烈なイヤホンだ。本家フック X とのチューニングの違いが語れないのが残念なんだけど、フック XHBB の音色は、基本的には若干の暖色感があり、弾力感の多い、金属製シェル、平面駆動、背面開放、さらにピエゾと、感触傾向を想像させるような各種の構成からは真逆のものとなっている。まず一番驚いたのが、平面駆動機としてはかなり低音が強いこと。特に、サブベース側の量感も素晴らしくて、それでいて、残響感は背面開放で抑えられている、と、かなり独特な空気感を持ったイヤホンになってたことだ。多分、平面駆動ドライバー自体は結構ウォームな仕上がりになっていて、そこにピエゾで高音域の切れとか抜けをアシストしているような印象を受ける。一番近い音色が、平面駆動機ではなくて、同じくピエゾをツイーターとして持つ、BQ-EYZ のダイナミックドライバー平面駆動ドライバーのイヤホン、トパズだったことも驚きの理由だな。大型ダイナミックドライバーみたいな臨場感があって、それでいて、中音域以上の整理され方は、ちゃんと平面駆動ドライバーしてる。個人的には、抜け感が重要な、小編成の楽器演奏なんかに非常に効果的なイヤホンだと思って視聴に臨んだんだけど、このイヤホンに最適なプレイリストは、想像とはかなり大きく異なった。まず、低音が力強いので、サブベースが必要なドラムンベースとかも余裕で鳴らせる。それでいて、高音域は刺激的でないのに、ピエゾツイーターらしいキレと抜け感があるので、電子音楽、楽器演奏、ボーカルなどなど、どんな曲でもこなせる印象だ。空間表現は、装着感ともつながるところなんだけど、適正な深さで装着すると、空間表現、重厚なサブベース、そして抜け感のすべてが手に入る。暖色系で弾力のある主旋律に、高音域だけピエゾツイーターで、ある程度の硬質さを付与したようなバランスで、人によっては、平面駆動に求めている相反する要素を同時に実現したモデル、と言えそうだ。ちなみに HBB コラボのイヤホンは、ここまで聞いた感じ、全体的に原型モデルよりも暖色感が増す印象があるんだけど、このフック XHBB も同じ傾向だとしたら、より高音域の爽快感が欲しいなら、フック X、よりパワフルなイヤホンが欲しいなら、このフック XHBB がおすすめだな。暖色系で高音がしっかり立つイヤホン、かつ、中音域以上がごちゃごちゃしないベストバランスを求めているのなら、フック XHBB は最高の選択肢の一つになるだろう。実際、聞いていて、曲の質感を損なわずに、分離感も引き出す、ということで、フック XHBB は、他の平面駆動とはちょっと異なるポジションにいると思う。13mm オーバーの平面駆動イヤホンは数多く発売されたけど、その中で、フック X が別格、と評する人が多いのも納得の完成度だ。一方で、一度スイートスポットを見つけると、装着感はいいんだけど、生地装着感が良いだけに、装着が浅かったり深かったりすると、想定してるだろう音が出ない感じがある。僕は最初に浅すぎ、次に深すぎで一回レビューを書こうとして、付け直してレビューを二回書き直す羽目になった。浅すぎると、フル BA イヤホンよりも軽い低音域に、深すぎると、今度は全体に音が近すぎて空間表現が損なわれる。適正なポジションで装着すると、高音の抜け感、ボーカルの熱量、そしてサブベースのボリューム、加えて、包むようなサブベースと、空間を感じる中音域以上を楽しむことができる。これ以外の状態でも、装着感がいいせいで意外に聞けちゃうので、ぜひとも、イヤピのサイズと装着の深さは複数回試してみてほしい。音色を分解してみよう。フック X 系はピエゾツイーターを組み合わせていて、おそらくより暖色傾向の HBB コラボ品でも、しっかりと高音が引き立つのが特徴だ。他の音域に影響されず、高音域はしっかり高質に出る。ただ、その土台の平面駆動は柔らかめの音になっているので、刺さるような音が生じないのもポイントが高いな。中音域あたりは、程よく暖色感があり、それでいて、中高音域あたりは、平面駆動らしく、しっかりそれぞれの音が分離している。ここの歪みのなさは、やっぱり平面駆動ドライバーだ。加えて、フック XHBB は、背面開放のおかげか、ここら辺の音色が大きく残響を残さないので、これも、暖色なのにどこかさっぱりとした鳴り方に影響していると思う。暖色感のある平面駆動ピエゾの組み合わせなので、カチッとした高音域からそのまま、金属質になりがちなギターの音とかも、しっかり温かみのある音になってるのがポイントだな。そして低音域、
サブベースともにたっぷり、二重磁気とかの悪魔の力を手に入れてるパワー系イヤホンとかに近いボリューミーさだ。深いチューバの音なんかも、しっかりと臨場感がある、迫力がある音源を再生しても、しっかりこなしてくれるぞ。暖色感が強くて、レトロな音源にも強いんだけど、いざ鋭い高音域が出てくると、ピエゾツイーターがしっかりと角の立った音を出してくれる。平面駆動にピエゾを組み合わせる、というコンセプトは、一度聞いて、うまく作用してることを理解できるだろう。というわけで、フック X、おすすめだ。聞くまで痛いの知れない、平面駆動、背面開放、そしてピエゾという組み合わせなんだけど、これがまたうまく相互に作用して、独特な音を生み出す。個人的には、HBB コラボから聞けたのも良かったと思う。暖色感のある平面駆動イヤホンは他にも聞いてるけど、どれも、高音域の抜けにもう一歩感があったんだけど、FUCK-XHBB は、個人的なその問題の最適な解決例だと思うな。正直、この手の台形平面駆動機は縮小気味なんだけど、FUCK-XHBB にはこの言葉が言える、おすすめだぞ。と、こんなところだな。うん、評判通り良かった。問題はノーマルのフック X も気になり始めたことなんだけど、さすがに両方所有するにはちょっとお値段が行ってるよな。視聴の機会が欲しいところだ。と、言ったところで今回はここまで。